こんにちは、ボブです。今回はフォアハンドでグリップエンドから出していくという意識は NG についてやっていこうと思います。で、なんでこれをやろうかと思ったんですけど、グリップエンドから出していくっていうのは手打ちの原因になると思ったからです。理由はそのグリップエンドからこう出していこうと思うと、どうしてもこのなんだろう、手に意識が行きがちというか、やっぱこのここグリップエンドからこう出していくんで、やっぱ手が先行になるスイングになるなってしまうんですよね。やっぱそうすると、まあ、手打ちの原因に手打ちに近い打ち方になってしまうんで、手打ちの原因になると思いました。でこれはその、まあ、正しくはというかあれですね、グリップエンドから出していくじゃなくて、自然とグリップエンドから出ていったっていう認識の方がいいと思います。まあ、結果として、まあ、結果その、まあ、グリップエンドから脱力してもこうやってグリップエンドから出てくんですけど、まあ、脱力して体回しました。で結果その腕が出てグリップエンドから出てきましたっていう方がいいんで、まああれですね、その意識が手元にあるかないかっていうだけの認識でいいと思います。で結構その打つ時にこの膝曲げて股関節入れて股関節地面蹴って股関節解放して体回してこのいろいろそうやってなんか意識してるポイントとかあると思うんですよ。その人によってねあると思うんですけど、そこでそのもしグリップエンドから出してっていうのがポイントにあるんだとしたら、それはもう今すぐやめた方がいいです。やっぱグリップエンドから出していくってさっきも言ったんですけど、そのポイント自分で意識してるポイントとしてあるせいで、そのグリップに力入っちゃったりとか、そのせっかくそのなんだろう、下からエネルギー伝わってきて最後力入れちゃって、その運動連鎖が台無しになったりとかしてしまうんで、まあその辺はもったいないですよね。もったいないんで、ぜひそのポイントから消してほしいと思います。で意識するんだったらもっと大きな部分、このラケットを持つ手じゃなくて大きなその足ももとか体の大きな部分、こっていうのはその絶対に力を必要としてる部分なんで、もう意識してやっていただいて OK です。まあ、意識しちゃいけないのはこのラケットを持つ手だけ。他のなんか股関節だとかは別に意識しても全然なんだろう、しっかり意識的にその力を作っていく場所なんで、ね、股関節を入れるとか肩甲骨を寄せるとか、そっちなら全然意識していいんで、そっちに意識をしましょう。でその意識が結局その体の大きな部分を使うっていう意味でフォアハンドがどんどん強くなっていくんで、いい連鎖になると思います。で結構そのなんだろう、当たりが厚くなったりとかもしてくるんで、熱い当たりいいですよね。できるようになります。まあ、こんな感じでそのグリップエンドから出していくは、まあ、NG って言ったんですけど、まあ、結局脱力してもグリップエンドから出ていくんですけど、意識としてはグリップエンドから出していくっていうのは、まあ、あんまり考えない方がいいんじゃないかなって思いました。まあ、ぜひそのラケットを持つ手はもう脱力というか、脱力も本当は考えてほしい、脱力するって考えてほしくないんですけど、まあ、そんぐらいの気持ちでやってほしいと思います。今回はこの辺でおしまいにします。ご視聴ありがとうございました。